なしの場面で佐藤を迎えるということになりました。まあ、先ほどはい、まあ、結果が出てない中でも、まあ、いつも通りかなといったのは結果がいつも通りというわけではなくてですね、まあ、スイングがしっかりできているということでいつも通りのスイングができているのかなというふうに、ね、思いますね。こちらスマートフォンで今息子さんの姿を撮影されているのがお父さんの広信さんでしょうね、うん、毎試合熱心に、ね、見に来てくださってますね、あ、そうなんですね、はい、ウェイトトレーニング大好きだっていうふうに本人話していましたね。ああ、そうですね、スカウトの方々もバックネット裏で視線を送ります、普段はどういう素顔を持ってるんですか、よく喋ってこうチームを鼓舞するタイプですか、背中で引っ張るタイプですか。結構マイペースな感じであまりガツガツしてるような印象はないですけどね、空振りです。結構後輩にも気さくにういとか声かけあってですね、はい、後輩からも慕われてますね、親しみやすいキャラクターだと思いますよ。バットを目いっぱい長く持ってストレート空振り三振、今日は一発が出ず佐藤、うまく関大の投手陣が抑えています。ただ佐藤としてはどうですか田中さん、今のストレート捉えたかったっていう気持ち強いんじゃないですかね、そうですね、まあ、少し高めでしたけれども、また149キロっていうね、素晴らしい球投げ込んでいきました ね、佐藤スイングアウトの三振、近大7回の表ゲームが動かず4対0です。